こんちはか、こんばんは、やっほここです。はい、最近淡水水槽の動画ばかり上げていたので、たまには海水水槽を見ていこうと思います。なんだか深刻な雰囲気ですね。マガキガイくんがジョーのお家に入ろうとしてます。ダメですよ、不法侵入ですよそれ。何しに来たのよ。ここ私んちってわかってるでしょ。何なの、喋んないし、何なの。ちょっとよいしょっと、ちょっとあんたまだいたの。どきなさいよ、早く。聞いてんのか。あー、落ちちゃうな。よいしょ。どう、ちょっと誰か助けて。ちょっと不法侵入。ちょっと誰か。はい、現在の海水水槽はこんな感じになっております。以前にこちらのライブロック手前と奥2つにダイノスが付着していることもあって、一旦こちらを出して天日干しをしてからまた入れて、現在ね2週間以上経っております。ダイノスは特に付着することはなく、他のところにもないと思うんですけど、ちょっと気になることがあって、この気泡ってダイノス？わからないんですけど、ダイノスのような感じもしないし、ただ苔に海藻とかに気泡がついてるっていう状態なのか。これもしかしてダイノス？どうしよう。でもわかんない、ダイノスっぽくもないな。でもね、こっちにも似たような気泡があるんです。奥とか気持ち悪い感じの奥の海藻とかに気泡があるんです。でもなんかダイノスのような、なんかそんな感じもしないし、で、本当は、ここ、藻がすごいんですよね。エメラルドグリーンクラブが、前まではちゃんとせっせとこの藻を食べてくれていたんですけど、現在はちょっと行方不明になってしまってるんで、藻がすごい状態になってます。特にサンゴの調子が悪かったりとか、生態が死んでしまったりってことはないです。ないんですが、ちょっとなんか気泡が異常発生してます。もしね、ダイノスだったら、水槽のガンって言われてるんで、リセットしないといけないのかもしれないんですけど、うちはね、銀河ハゲ君やジョーが穴を掘って生活してるので、なるべくリセットっていうことは避けたいですね。はい、この動画を撮影していた夜なんですけど、ジョーがね、見当たらないんです。だけどジョーってこういう時が結構あって、ジョーが掘った穴が、1、2、3箇所、4箇所くらい、もしかしたらもっとあるかもしれなくて、多分どっかの穴にいるんですけど、ね、よく探してみたら、こちらの、穴の方にいました。すっごいこっち見てるね、すっごいこっち見てるけど、でもジョーすごい探したよ。こんな水槽の裏にいたんだね。1ヶ月に 1,2 回はこうやってジョーの大移動があります。何かね、心境の変化があったのか、
八重山とうまくいかなかったのか、何かあったなと思います。私いつも水槽の目の前に座ってご飯食べるんですけど、あんなとこにね、蝶がいるんでびっくりして、で急いで動画を撮りました。いつもいるとこにいないとね、もうこっちが焦っちゃいます。で、こちら翌日の早朝なんですが、蝶が処刑の位置に戻ってました。もしかして砂の下ってなんか地下帝国みたいになってんのかな。で、好きな時に好きな場所に行けるっていう、なんかマリアの旅館みたいな感じ。まあ何らかのジョーの心境の変化があったんでしょう。魚って本当面白いですよね。はい、今日は久しぶりに海水水槽の方を少しだけお送りしました。ちょっとまたガイノスがどうなっていくかっていうのはまた様子を見てお話ししたいと思います。内山くんは相変わらずこうやってずーっと泳ぎおります。ね、あられちゃんのドクタースランプ、あられちゃん知ってますか？オープニングですか？オープニングの曲にぴったしですね。もう来たぞ来たぞあられちゃん、キン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 、キテテテテテテ。はい、ってことで、ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったら高評価押してってね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、バイバイ。